マーサ・エム・プレイスはアメリカ合衆国の殺人容疑者、そして元死刑囚である。彼女は電気椅子で処刑された最初の女性死刑囚だった。ニュージャージー州生まれのマーサは23歳の時にソリの事故で頭を強打した。彼女の兄はマーサはこの事故の衝撃から回復することなく精神的に不安定になってしまったとの主張を述べている。マーサは 男やもめのウィリアム・プレイスと1893年に結婚した。プレイスには以前の結婚で儲けたアイダという名前の娘がいた。プレイスはアイダの養育を補助させるためにマーサと結婚したのだったが、その事実は後にマーサがアイダに対して嫉妬しているという流言のもとになってしまった。プレイスは少なくとも一回、妻のマーサがアイダを殺そうと威嚇しているとして、 警察に通報している。1898年2月7日の夕方、夫のウィリアム・プレイスはニューヨーク市ブルックリンにある自宅に戻ったところ、斧を振り回して暴れているマーサの襲撃を受けた。プレイスは警察の到着によって辛くも、その襲撃から逃れた。警察はバーナーから漏れたガスが室内に充満した状態になり、マーサが 頭から着衣をかぶったまま床に横たわって重体になっていたのを発見した。2階では当時17歳だったアイダの遺体がベッドに横たえられた状態で発見された。アイダは口から血を流し、目は変形して飛び出していた。この状況はアイダが窒息して死んだことを物語っていた。マーサプレイスは病院に運ばれ、そして逮捕された。マーサの裁判が開かれる前、 プレースは、彼女が無実であるとの声明を公表した。当時のある新聞は、マーサについて、一家のように報道している。彼女はどちらかといえば、背が高く痩せぎすで、顔色は青白く細表である。鼻は長く先端が尖っていて、顎先も尖っているのが目立つ。唇は薄く生え際は広い。彼女の要望はどこかある。種のネズミを彷彿とさせ。 その輝いているが座った眼差しがなんとなくそんな印象を強めている。マーサは、間殺しの罪で有罪判決を受け、死刑を宣告された。彼女の夫が重要な証人となったのだった。当時のニューヨーク州知事だったセオドア・ルーズベルトは、マーサに対する原型単眼を却下した。マーサの前に、電気椅子で執行を受けた女性受刑者は存在しなかったため、 K の遂行のため電極を彼女につける方法が考案された。彼らはマーサの着衣にスリットをこしらえ、電極を足首に据えつけた。マーサの刑は1899年3月20日に新神刑務所で執行された。死刑執行人はエドウィン・デイビスが務めた。執行率会人の報告によると、マーサは執行開始後すぐに死亡したという。 彼女は宗教儀式もなしにニュージャージー州ミルストーンにある家族の墓に埋葬された。なお、電気椅子での死刑執行を宣告された女性はマーサが最初ではなかった。イタリア人女性でアメリカに移民してきたマリア・バルベッラがその人物である。マリアについては後に無罪判決が確定したため釈放されている。 ドイツ5番 3? デトセンバー2009ウム17時52分では4月8日没としている。リポーツオブ・ケーシーズ・ワイ・ニューヨーク、コート・オブ・アピールズ、CA ・ディスト・コーツ・オブ・アピール、ニューヨーク・ NY、ハーバード・ユニバーシティ V157-1899 デイビスは1890年にウィリアム・ケムラーに対する世界初となる電気椅子での死刑執行を行った人物である。 ありがとうございます。